ペンセントラル鉄道、あるいはペンセントラルトランスポーテーションカンパニー、略して、単に、ペンセントラルは、1968年から1976年まで営業していたアメリカ合衆国の鉄道事業者である。1968年2月1日付で、ペンシルバニア鉄道とニューヨークセントラル鉄道が合併して発足した。 さらに、集裁通商委員会の要求で、1969年1月1日に、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道も合併に加わった。合併した、ペンセントラル鉄道の本社は、ペンシルベニア州フィラデルフィアに置かれていた。ペンセントラル鉄道は、1960年代末に、合併元三社が直面していた問題への対処として、発足した。 これらの会社の営業範囲であるアメリカ合衆国北東部はアメリカ合衆国でも最も人口密度の高い地域である。北アメリカの他の地域の鉄道は収入のうち高い割合を石炭、木材、紙、鉄鉱石などの物品の長距離輸送から得ていたのに対して北東部の鉄道は伝統的に通勤旅客輸送、都市間旅客輸送、鉄道小包み輸送、 小口混載貨物輸送、果物や乳製品などの生鮮品、日用品輸送など多くの種類の輸送に頼っていた。こうした労働集約的な短距離輸送は旅客については自動車やバス、貨物についてはトラックとの競争に弱く高速道路の整備された地区では特に脆弱となっていた。1956年にアメリカ合衆国議会は 連邦補助高速道路法を可決し、ドワイト D ・アイゼンハワー大統領がこれに署名した。この法律では壮大な中間高速道路網の建設を認可し、トラック産業の発展を後押しすることになった。もう一つの重要な問題としては、ニューヨークセントラル鉄道とペンシルバニア鉄道の両者とも市場の状況に対応する能力を欠いていたということがあった。 この当時の鉄道産業は、集裁通商委員会によって厳しく規制されており、旅客や貨物の運賃を柔軟に変えることができなかった。このため、支出削減だけが収益性を改善する唯一の手段であった。政府の規制と労働組合との労働協約は、費用の削減に地を極めて限られたものとしていた。合併こそが、 この南極を切り抜ける方法だと考えられた。ペンセントラル鉄道の機関車4801号及び4800号、かつてのペンシルバニア鉄道 GG1 系電気機,機関車がニュージャージー州エリザベスで貨物列車を経営している1975年12月、結果的に判明するように合併して発足したペンセントラル鉄道は 合併元の鉄道会社よりも、わずかにましな状態となっただけであった。合併の実行計画が策定されたが、これは結局実行されなかった。営業や人員、設備を統合しようとする試みは、競争的な企業文化や互換性のないコンピューターシステム、労働協約などにより、うまくいかなかった。合併元の鉄道会社から引き継いだものであったが、 線路の状態は劣化し、列車は速度を落として運行しなければならなかった。これは、貨物輸送の遅れと人員の超過勤務につながった。結果として、運行費用は急増した。脱線と事故は、特に中西部において、頻繁に発生するようになった。ペンセントラル鉄道経営陣は、ペンセントラルカンパニーという持ち株会社を設立し、 経営難に陥っている企業を不動産やその他の鉄道以外の事業に多角化しようとしたが経済の停滞する中では鉄道事業部門に比べてわずかに良い成績を出しただけであったこれに加えて多角化した事業のために経営陣の関心が中核事業の問題点から逸れてしまったさらに悪いことに成功しているという幻想を生み出すために 経営陣は株主に配当を払うことを主張した。会社は営業を続けるためにさらに借り入れをする必要があった。借り入れに対する利子は耐えられない重荷となっていた。1968年にはメイン州から出荷されたジャガイモのほとんどはペンセントラル鉄道のセルカーク装車場で腐ってしまった。荷主は二度と鉄道で出荷しないと断言し、 これはバンゴアンドアルーストック鉄道の経営悪化につながった。ペンセントラル鉄道はわずか2年の営業の後、1970年6月21日に経営破綻し、アメリカの金融システムに衝撃を与えることになった。その当時、アメリカの歴史上最大の企業倒産であった。ペンセントラル鉄道は倒産したが、 その親会社のペンセントラルカンパニーは存続することができた。ペンセントラル鉄道の経営破綻はアメリカ合衆国において民営の長距離旅客鉄道事業に最終的な打撃を与えた。経営難の会社は集裁通商委員会に対して残されている旅客輸送のほとんどを廃止する提案を行い関連する鉄道会社にも同様の動きが波及した。 1971年には合衆国議会は政府出資のアムトラックを発足させ、ペンセントラル鉄道やその他のアメリカ合衆国の鉄道会社の線路上で旅客輸送を担当することになった。1973年の地域鉄道再生法に基づき、ペンセントラル鉄道は他の東部鉄道5社と合併し、コンレールとなった。 民間部門での再編成の試みが失敗した後、議会は、ペンセントラル鉄道を1976年の鉄道再生、規制改革法に基づき国有化した。この法律により、ペンセントラル鉄道と他の5社の同様に破綻した、鉄道会社をまとめて、統合鉄道公社通称コンベールに統合した。この法律は1976年4月1日に、 発行した。1978年、議会は鉄道、荷主間の貨物に対する差別を含む輸送契約を合法化してまで進行を図った。市場シェアがトラックに奪われ続けている状況に直面し、鉄道産業と労働組合は政府に対し規制緩和を要望しなければならなくなった。1980年のスタガーズ鉄道法では、鉄道において、 規制緩和が実施された。コンレールとかつてのペンセントラル鉄道の事業が復活する重要な要素となった。1984年にはトレーラー、コンテナ輸送の運賃規制が撤廃された。1980年代を通じて規制緩和を受けたコンレールは、1968年から1970年までにペンセントラル鉄道が実施しようとして、 実現できなかった路線の再編成と生産性の改善を強力に推し進めた。多くの路線が廃止となり、隣接地の土地所有者に売却されるかいうほどなどに転用された。結果的に利益を上げられるようになったコンレールの株式は1987年に再上場され、コンレールは1987年から1999年までの間は独立した。 民間企業として営業した。1999年に CSX トランスポーテーションとノーフォークサザン、鉄道は共同でコンレールを公開市場で買収し、路線及びその他の資産を分割して吸収した。このため、機関車や貨車、その他関連する資産につけられる報告記号は CSX トランスポーテーションが継承した部分について、 かつてのニューヨークセントラル鉄道から NYC となり、ノーフォークサザン鉄道が継承した部分について、かつてのペンシルバニア鉄道から PRR となった。CSX トランスポーテーション及びノーフォークサザン鉄道の両者の利害に関係する、コンレールの短い路線については、コンレールシェアードアセッツオペレーションズの名の下で、コンレールとして残された。 倒産前のペンセントラルカンパニーの株券、ニューヨークセントラル鉄道をペンシルバニア鉄道が吸収する形で、1968年2月1日にペンシルバニアニューオークセントラルトランスポーテーションカンパニーが設立された。称号としてはペンセントラルが採用され、5月8日に会社自体が公式にペンセントラルカンパニーに改称した。 ペンセントラルトランスポーテーションカンパニーは1969年4月1日に設立され、その株式は新しいペンセントラルホールディングカンパニーに割り当てられた。10月1日にペンセントラルトランスポーテーションカンパニーはペンセントラルカンパニーに合併した。翌日、ペンセントラルカンパニーはペンセントラルトランスポーテーションカンパニーと解消し、ペンセントラル ホールディングカンパニーがペンセントラルカンパニーと解消した。ペンシルバニア鉄道の子会社で1870年に設立され1958年に再編された持ち株会社のペンシルバニアカンパニーは合併以降の期間も独立した企業として残存した。ペンセントラルトランスポーテーションカンパニーは1976年にコンレールに合併したが、その 持ち株会社であったペンセントラルカンパニーは独立した企業として存続した。1970年代から1980年代にかけてペンセントラルカンパニーは倒産前に買収した多角家経営の事業で構成される小さな企業であった。倒産後のペンセントラルカンパニーの株券コンレール発足時にペンセントラル ホールディングカンパニーが所有していた資産としては、ニューヨークのペンシルベニア駅の上に位置するマディソンスクエアガーデンや、ここを本拠地とするバスケットボールチームニューヨークニックスやアイスホッケーチームニューヨークレンジャースがあった。ペンセントラルは鉄道に関連した線路や駅の所有権を維持し続けたが、次第に生産を進め、最終的に子会社の保険事業へと集中していった。 ペンセントラルコーポレーションは1994年3月にアメリカンプレミアアンダーライターズと解消した。カール・リンドナー率いるアメリカンフィナンシャルグループの一部となった。2006年末までアメリカンフィナンシャルグループはニューヨークのグランドセントラル駅を所有していたが、鉄道の運営は1994年からリースによりメトロポリタントランスポーテーションオーソリティが行っていた。 このリースは2274年2月28日まで続けるべく交渉されている。2006年12月6日、陸上交通委員会は、アメリカンフィナンシャルグループの残存鉄道資産をおよそ8000万ドルで、ミッドタウン TDR ベンチャーズ LLC へ売却することを承認した。2007年7月6日のニューヨークポストによれば、ミッドタウン TDR は、 ペンソンベンチャーの参加にある。ニューヨークポストによれば、または2007年現在年間224万ドルを設備の仮受けに支払っており、2017年に駅及び線路を買収するオプションを持っている。しかし期日を15年延長して2032年とすることもできる。これに含まれる資産としては、メトロノース鉄道のハーレム線。 ハドソン線が使用している156マイルの線路とニューヨークのグランドセントラル駅がある。ミッドタウン TDR によって最も価値のある資産と評されているのはグランドセントラル駅の地下プラットホームや入れ替え設備の上空にあるミリオ用の空中圏である。これらのプラットホームや入れ替え設備はグランドセントラル駅のビルから北へ数ブロックにわたってつながっており、その上に 多くの通りや、有名なメットライフビル、ウォルドルフアストリアといったビルが空中圏を借りて存在している。駅のビル自体は歴史的な保存の対象とされており、現在の法律の下では再開発のための取り壊すことができず、その金銭的な価値は限られている。ありがとうございます。